はですね、はもう一回行こう。いや、使ってください、今のものでシャっていうのを。母心、小学校始まりました。お願いします。今日は数学の授業です。数学。はい、算数、数学ね。なんかね、銃を作ろうという楽しい。そう、数字遊びで銃作りっていうのがあるのよ。銃作り。うん。ということで、今日やるのはね、うん、4桁の数字。そう。例えば、1144とか、うん、ね、ということで、銃作り、どういうことかと言いますと、1144。例えばですよ、うん、1144。この4桁の数字に足す、引く、かける、割る、いわゆる加減乗除して、うん、銃を作りましょうと。そうそうそう。例えばこれを銃にする場合は、わかりますね。順番は変えてもいいんだもんね。順番は変えてもいいですけど、これ仮に10にする場合は、これは単純に全部足せば1足す1足す4足す4でこれ10になるじゃないですか。そうですね。だからこれはこうこうこうすればっていうね。そうそうそう。1足す1足す4足す4は10ということでね。こうやって10を作る、ね、作るということで、やってみようと、はい、いうことで今日はですね、2問早速やりたいと思います。早くできた方が勝ちということ、早くできた方が勝ち。算数数学はしまちゃんの方がやっぱできるだろうな普通。いやでもこれどっちかというとその応用力だから、その計算ができるできないというよりも計算は早いじゃん。計算は早いよ。ただまあとりあえずもう掛け算の娘に教えてたら分かんなくなるもん俺掛け算分かんなくなってきたなと思って最近やってねえなと思ったから。さあそれじゃあまず、3問いく？いいよどっちもいいよ。とりあえず、うん、じゃあ3問やりましょう。はい、2289。2289、うん、これを順番書いてもいいってことね。そうです。はい、それでは用意スタート。はい、できた。はい、できました。何ですかこれは。8。どうぞ。こういう計算になります。9引く8割る2の全体かける2で4、10ということで、ここがまず8から4を割るとこれが2を割ると4になりますね、うん、で9から4を引くと5になります。で5かける2で10になるということですね。はいはい、わかりました。はい、そういうことね。こうだから順番はいろいろあってもいいんですけどということです、はい、さあそれでは少しレベルが上がります。はい、参りましょう。4669。4669。はい、それじゃあ行ってみましょうか。用意スタート。わかんないなぁ。全部9999まですっげえ数学の上手いできる人は分数じゃない、細かい小数点を使って生きるらしい。なんだかんだ言って細かい小数点絶対できるらしい。ちょっとさ、これ
これさ、一回答え合わせしよう。これわかんないわ。ね。これ見てみる ?4669。69、わかんない。で、最後もう一問あるから、それやって、あれにしましょう。答え出ました。これです。あー、これ書いてください。2個あるね。でも一つでいいと思います。こんな計算するのこれむずっ。これだ。6たす9は15。15。かける4。割る6。6たす9は15。そういうこと。かける4は60。なるほど。ね。これは15になり、ここはね、15。15かける4は60になる。素晴らしい。60を6で割ると10になる。なるねー。最後一問だけやった。最後一問だけやろう。これは難しいね。これ面白いね。なんかちょっと同レベルの同じ問題です。これさ、答えないとさ、もう無理だよ、これ。無理無理。それでは、6699。6699、6699。行きましょう。はい。むずいな、これ2つ同じ数字からむずいね。できた！できた？はい。式どう書いてわかんないけど、これじゃない？こう。ちょっとしっかり書いてください。6足す9、まずやるでしょ、はいはい、15。はいはい。かける6。9じゃないこれ。あ、割る9か。6足す9、かける6、割る9。うん。で、これが15になり、これをかけると90になる。90。割る9で、これ気持ちいい、できると気持ちいい。悔しいな。もう一問だけ行こうよ。もう一問時間大丈夫？大丈夫ね。もうギリギリ。でもこれもう難しいやつしかない。この辺446788。6788。さあ、これ難しいやつ。6788。これは難しいってやつよ。本当は適当に誕生日とかでやって遊ぶっていうやつ。そうだね。難しいやつ、これ。これ難しいよ。できた！はい、はい、どうぞ。8×8、うん、64足す6、うん、割る7。ちょっと待って、 8×8 足す6割る 7。葉っぱ64に6を足しますと
77、うん、割る7は10です。チャーチャー、もう全然私ダメだこれ。計算式とか全然できないから、もう直感。みんなもやってみよう。今日の授業これまで。